あ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ本日はですね、じゃあ自己紹介してもらっていいですか。はい、小笠スノーボードライダーの小林宗です。はい、来ました、宗谷くん。小笠の、スノーボードの乗ってる間で一番スタイリッシュでかっこいい人です。いい、ありがとうございますね、宗谷くんね。すみません。はい、結構小笠のライダーってカービング上手い人多いんですね。もちろん宗谷くんもカービング上手いですよ。デモンストレートもやってますしね。っていう中でもジャンプしたりパウダー滑ったりとかっていうスノーボードの幅が、小笠のライダーの中だと一番幅が広いんじゃないかなというふうに僕見てるんですよ。あ、すいません、恐縮です。妙子、はい、のパウダーなんか最高ですね。そんな宗谷くんが普段乗ってる写真もまず見っけちゃったので、どうしたん、グーフィーなんて思ったらこれスイッチなんですよね。はい、ね、そうです、ね、はい、で話さっき聞いてたらこの CT ツインでスイッチカービング練習してるんですよっていうやつですよね。そうです、はい、はい、なんでこの辺をちょっと板の違いだったりとか CT との違いとかを宗谷くんから教えてもらえたらなと思うんですけど、はい、いいですか。しました。まずどっから行きましょうかね。はい、 CT はもう乗りやすいのは分かってるんですよ。はい、はいはい、そこから見ると CT ツインってどんな風にステップアップしたい人が乗ったらいいですか。一応コンセプトがスイッチカービングを推奨していこうっていう、うん、おお、なるほど、はい、おメーカーとしてのコンセプトもあるので。なるほど、カービングっていうものをしながらそれもきちんとスイッチでも同じような感じができたらいいねっていうので、はい、そもそものそのコンセプトから CT ツインができてるんですね。そうです、そうです、はい、なるほど。なんかツインの板って結構トリックやったりとか、はいはいはい、そのトリッキーな動きにシフトしていきそうだなって思うんだけど、そうですね、はい、そこもうまく見ながらもでもスイッチでのカービングをちゃんとやっていこうねっていうのが、そうですね、ザ・小笠って感じですね。はい、で今の、あの、まあ、テクセンとかが、はい、どうしてもやっぱり、ね、なんですか、どうしても前振り、うんうん、片側に寄りがち、はいはい、傾向があると思うので、ね、うん、あっちのああいう板なんかは、そ う、 ね、そういう方もねいらっしゃいますもんね。はい、なので CT ツインに関しては、うん、やっぱりその片側だけじゃなくて、はい、両サイド、はいはい、カービングできるよと、テールが前に向いたってカービング面白いよっていう形ですね。で、そういう写真がこうやって使われてると、はい、そういうことですね。はい、なるほどね。今期に関しましては、はいはいはい、来期か、うん、来期に関しましてはサイズと、はい、あとはあれですね、まあ、フルモデルチェンジ、フルモデルチェンジじゃないですか、完全に、はい、ニューシェイプって全部なってるんですね。そうです、そうです。はい、サイズも2センチずつぐらい伸びたんですよね。はい、51、53、56で、はいはい、3本今までマックスは54までだったんですけど、うん、56まで伸びたっていうのと、うん、ウエスト幅もちょっと広くなったので、なるほど。ああ、そうするとその辺はカービングっていうところもね、そうですね、足横向けてもちょっとドラッグしづらかったりとか。なるほど。ちなみにセッティングどんぐらいで乗るんですか、これは。今はレギュラーセッティングで、うん、12のマイナス6で乗ってます。12のマイナス6のレギュラーセッティングでスイッチして滑ってるって感じなんですね。そうです、そうです。なるほど、なるほど。っていう風にカービングってレギュラー方向だけじゃなくてスイッチ方向もできると2倍になるって話ですよね。そうですね。その2倍をなんでみんな楽しまないの、楽しめる板があるんだよで俺がそれ楽しんでるんだけどっていう小林宗谷くんでした。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもう一個、はいはい、CT って IZ っていうシリーズがあるじゃないですか。はい、じゃーん、はい、ございます。ワニのトレードマークの IZ ですね。はい、CT と CTIZ の違いを宗谷くんから聞きたいです。わかりました。はい、CTCT こっちだよね、ここだよね、はい、CT ね、はい、CT と、はい、こっちが IZ、はいはい、IZ を、まあ、選ぶポイントというか、うん、まあ、好みですよね。はいはい、まず板のたわみ、うん、粘りっていうのを、うん、まあ、楽しみたいというか、うん、粘り気のある板がいい方は CT、はい、ぐにゃーってしなってる様子なんかを楽しみたい方は CT、はい、そうですね、はい、で IZ は軽快な乗り味と、うん、そこからポンってくる反発、ね、はい、しっかりしたレスポンスの方が結構重要になってくるんですかね。なるほどな。レスポンスを強く受けたい方は IZ、はい、なるほど、なるほど、っていう感じの選び方がいいんじゃないかと思います。で、うん、で、IZ、はい、よく硬いっていうご意見をいただくんですけれども、うん、結構ね、このスタンス感、うん、足の間だけで乗っている方は、はいはいはい、ちょっとね、硬さを感じるかもしれないです。この両足の間だけで乗ろうとするとやっぱ硬く感じる。そうですね。なるほどな。そのさらに外ですね。なるほど、なるほど。テール側、おお、スタンスのさらに外まで行ける方は、はいはいはい、その板の反発っていうのをうまくもらえて、うんうん、なるほど、はい、そうするとじゃあこの両足でしっかりと乗ろうって思うんだったら CT の方が面白くって、はい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 、
両足で乗りながらももっとノーズ側とかテール側とかのしなりが作れるんだったら IZ の反発を楽しんだらどうですかという感じですかね。おお面白い。それしっかりと両足でバランスよく安定して乗るんだったら CT がやっぱり乗りやすいと思います。そこからもうちょいノーステールのしなりまでもし作れるようになっていくんだったら IZ の反発を楽しんでいただいて、そうですね、はい、より軽快なフリーライディング、はい、フリーカービングが楽しめるよと、はい、と思います。はい、そうするとお、これもそうや。あ、そうです、そうです。おー、はい、そうやくみたいにレギュラーカービングもがっつりできて、そしてエッジの切り替えなんかが、はい、ターンアウトとかが結構軽快に板の反発なんかが使えるようになるんじゃないかなというところでございますね。はい、すいません、まとめましたけど。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。そんな感じで今回は結構メインで持ってる宗谷くんが CT のツインと、はい、CT とあと CTIZ といろいろ紹介していただきました、はい、どうもありがとうございました、はい、いいえ、こちらこそありがとうございました。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。小笠スノーボードライダーの小林宗谷でした。ありがとうございます。